行くわよ。つまりガーラの影武者区物が大量に火の国に侵入したと。申し訳ありません。風の国内で始末しきれず。まあいい、済んだことだ。だが気がかりはガーラの影武者の件だが。影武者だからガーラほどの強さはない。強いて言うなら数が厄介なだけで。だが大きな問題が一つ。実は一番強い影武者区別にはコピー能力が備わってて、自分を倒した相手に変身します。じゃあ何か？ガーラの影武者を倒したら今度は自分に襲われると。はい。嫌がらせなら上出来だよ。ったく、始末に悪いものを作ってくれる。仕方ない、木の葉からサポートを出してやる。ちゃっちゃと区別を始末しておくれ。感謝します。勝敗一陣出し。
こいつが最強の影武者ね。いいわ、相手になってあげる。受けてあげる。勝敗決定。
破一輪だけ勝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 破一輪だけ お前の言い分は分かった。なるほど、自分にとどめは気分的にも刺しにくい。それは十分理解した。影武者の破壊は私が引き受けてやろう。で、偽物はどっちなのか決着はついたか？師匠、私が本物の桜です。そうかい、そうかい。まだ時間がかかるんだね。いいよ、ゆっくり決めろ。なんだか眠くなってきたよ。決まったら起こしてくれ。はあ。